スタートしました。好ダッシュはジンオンザロックです。ジンオンザロック、内の2頭カフナ、マイネルハイセンス、3頭広がります。4番手3番のウエスタンベッラが行きました。その後ダイワコルツがスーッと上がっていきまして、後位の一角アイティゴールドがその後ろ、そしてアルマトゥーラその後ろです。1コーナーをカーブしていきます。1番のカフナが先頭に立ちました。リードは4分の3馬身。2番手2番のマイネルハイセンス、その後2頭並んで、外はダイワコルツ、内は3番のウエスタンベッラ、3番手4番手です。向こう上面に入ります。2馬身差、9番のジンオンザロックが5番手、その後ろ2頭並んで、外はアルマトゥーラ、内は4番のアルマフローラ、そして内は4番のアイティゴールド追走していきます。あとは2馬身差、5番の KB ワンダーと、外は浅草アクセル、最後方が6番の回収ウルフの体勢。3コーナーカーブに向かっていきます。先頭1番のカフナ、リードは首ぐらい、並んだ2番のマイネルハイセンス、2頭が並んで3コーナーカーブに向かいます。1000メートルは63秒前後です。その後2馬身差、3番手はダイワコルツ、内は3番のウエスタンベッラ、4番手から3番手に並びます。 3,4 コーナー中間です。その後は4馬身ほど離れました。ジンオンザロックをかわしてアルマフローラ、そして浅草アクセル、2頭が並んで外からスーッと上がっていきました。さあ前は2頭並んだカフナ、マイネルハイセンス、さらに外からぐんと接近ダイワコルツ、アルバフローラ、サクサクセル、5頭広がって直線に入りました。内を狙ったその後ろからウエスタンベッラ、さあ並んだ体勢からわずかにカフナ盛り返すか。カフナ内からはウエスタンベッラ、内からウエスタンベッラ、外からアルバフローラ、外からアルバフローラ、さあこの2頭が抜け出して100メーター、ウエスタンベッラかアルバフローラか、内3番ウエスタンベッラ優勢、ウエスタンベッラ5輪、アルバフローラ2着、3着は9番のジンオンザロック、再び盛り返しての3着。